なんでしたろう。スペインはまた怒られたね。怒られたよ。スペインはって今なかなか言われんよ。スペインは行ったの？行ったよ。行ったよ。本当に行った？本当に行った。わかんないよ。わかんない。嘘つかんでる。動画はある。動画はある。ネットでお土産買ったんじゃないの？実は行ってなくて。バカバカバカ。どういうことか。でもスペインの写真見てねえわ。そう。一枚も。ね。そういえば。動画上げないと見せるの嫌やんと。なんで？行ってないんでしょ。フォルダに入ってる。本当は行ってないでしょ。行った行った。ああだからなんか動画はって言っても。本当 Google Earth とかで行ったんじゃないの ？Google Earth で行って。バカストリートビュー。Photoshop でくっつけてんじゃないの自分の写真。行ったわちゃんと。証拠見せた。いつ行ったの？1月23日からですね。今いつ？4月の、7日ですか？何ヶ月経ったんだろう。どんだけ手のこんな編集してんの？映画作ってる？どういうことになるぜ。なんだろう。どうしたの？何やってんの？自信ねえんだよね、面白くなる。それなんだよ、メインになんのかなってなると編集力の問題なのか、素材か。いや、素材的になんかわからん。もうちなみに進んでるんですか？いや、もう取り込んではいるって感じ。取り込んでいただけだ。取り込んで並べて。カットは？まだ。おーい。マジか。それ編集で言ったら 1% 終わってないぞ、まだ。全然見込みは編集始まってないからね、実質。スタートラインだったじゃん。おい、スタートライン。それただパソコン重くしただけだから、それ言われたんだ。めっちゃ重い。なんでお前は関係ないとこ引っかかってんだよ。俺は解散したバンドの曲名言うから。誰も今引っかかってねえよ、そこに。スキッとなった、今。そのバンドって何、デビュー曲なんだっけ？スタートラインだよ。で、他の曲は？まあ、もう一曲あるけど。あそこのシーン。いや、スタートラインだって終わった。スタートラインっていうシングルで解散したってこと？伝説だ。かっこいい。次リスタート。ロックでしょ。うん。次リスタートで次3度目の正直。ボケやん。おもろいおもろい。あ、それいいんだよ。いいんだよ。触れちゃいけないワードじゃないから。どうすんだよ。出すよ。昨日話したのよ。もう夢丸、もしかしてあいつやらないぞ編集って言って。だったらもうなんか僕がやろうって話になったのよ。どうする？面白くなる自信がないんだよね、本当に。でも普通にあのミッションは全部こなしたんでしょ？全部こなしたよ。面白いね。めっちゃ気になるよ。俺おもろい。結構やばいミッション出したじゃん。普通に俺らが楽しみにしてるね。見たいんだって。その面白くは面白いんだよ。今のスペインでなんかうろうろしてんの見たいの。そう。なんで爆笑をされる、なんで爆笑させなきゃと思ってんの？メインに上がるからやん。いいって別に友達がスペインにいるんだよ。重いやん。スピリガードだってめちゃめちゃ緩かったやん。そうだよ。別になんか僕は夢丸が面倒くさがってるならやろうかなと思うけど、面倒くさいとかではなくてね、マジで自信ない。これ面白くなんのかみたいな。じゃあ自信持つ修行するでしょ。そこなんだ。だってやって試行錯誤してどうかってとこならまだ分かるけど、自信ない、やらないって。いいんだって。そんな友達が誕生日に一人でスペインやるのおもろいやん。おもろいよ。アホやん。おもろいか。おもろいやん。そこだって。おもろいか。俺らだけに向けて編集すればいいんだ。そうか。別に視聴者が楽しむわけでも俺らが楽しむからいいって。俺らずっとそういうメンタルだって。旅行の旅だって別にそんなさ、腹を抱えて笑っちゃうとかあんまないじゃん。まあ緩い感じでね。大きさが違うから。6年間8000人の前で滑ってもなんか大丈夫だったみたいな。いやでも俺5人にしか滑ってないんだよねみたいな感じでやってるから。うん。4人とか。だって俺の動画だってその動画言ったらさ、同じことだよ。そうだよ。あれ超人気ですから、任して。大丈夫だ。大丈夫っすかね。俺らだけ見せればいいんだよ。そうか、そのテンションで。なんか400万人に見られると思ってるでしょ。そうだね。5人しか見てないから。マジでそういうけど、俺マジでそういうテンション編集してるから。そうだね。トラキは初編集で公開ボタンなんか押せないんだから、普通に考えて。確かにそうですね。初めて編集した動画200、300万人のチャンネル投稿数やばいからな。なんなら俺だってもうメンバーにというよりはもうもはや俺が笑うために編集してるみたいなもんだから。なるほど。そんぐらい気持ちいい。ええよ。深い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 話してるよ今。ほんとだ、深い話してるんだった。映さないと。もう終わっちゃったよ。もうプレッシャー感じたらもう面白いことできないから、うん、今から面白いことやってくださいって、なんかはい今から面白いことする仕事ですって言われたら嫌だけど。そうだね。気軽にもうやりたいことやってますよっていう感じでいかないとやん。そうだよ。そっから始まってんだよ。今から始める YouTube の子じゃないんだから。確かにな。そうそう。深いよ。深いでしょ。深いって。おそれに諭された夢丸はどうなんですか？まあそうだね、一応ね、10日のお金で行ってるじゃないですか。 だからボツはないわけですよ。だからもう素材を渡すか
来週までに仕上げてくるかどっちかです。多分ね、できんだよね、そこは。で、でまあ8割ぐらい完成して、まあ自分の中で10割完成して、まあ誰かに投げるみたいな感じ。投げるって何？投げるって投げるは何？そうだそうだ、チェックみたいなね。投げるはよくないからね。そういうことだ。もうやりたくねえっていう時にそういうことだから。まあチェックしてもらうみたいな感じでね。うん、いいっすか？いや全然いいっすよ。もちろん。ただもうちょっとそろそろかなって思ってるんで、いつかやるじゃもうダメですね。でその宣言2月にしてるから、うん、意外とできるんだよね。俺向こう行ってる間に2本出せたよ。いやすげえんだよ哲也はさ、意外といけるって。そうか、だってもう空港で1本目とかじゃなくて向こう行ってもう1本とかやって出すか。じゃあ来週までにいいですか、仕上げてもらって。おお、ありがとうございます。本当に来週きつくね。来週一番忙しいよ、4月で。来週まで、まで来週終わるまでに。まあそうだね、うん、来週にあげるっていうか再来週がきついので、うん、再来週にあげたいから来週中にあげてほしい。まあそれで、まあ完成までして渡す。そうそうそう。でまあチェックとかはもちろんしますから、はい、やってくれればいいですよ。前後編ですか？前後編なのかな。行って3本行かないか、行くか行かないかぐらいだと思うけどね、うん、ちょうどいい、まあ、3本なるとちょっときつい、大変かもしれないですね、編集が。まあ前後編ぐらい、まあ、目指してやりますね、うん、まあね、この視聴者さん もう夢丸、そういえばそのスペイン行ってたなって言って今思い出してる感じなんですよ。夢丸さんちょっとなんかトレーラーみたいなことちょっと今ここで喋っといてください。こんなことがあったんでお楽しみにみたいなことちょっと言っといてください。番宣番宣。なんかあったか？あったんだけど、笑いより涙ありでしょ？涙はね、ないかな。わからん。でも、まあ、みんなのミッションはね、まあ、やってなんか面白いところもちょっとあると思うので、まあ、そこはね、見てください。というわけで、じゃあ、再来週くらいにね、再来週、まあ、この動画が上がるのが来週くらいだろうから、まあ、来週くらいかな、に、今までのスペイン旅行記が上がると思いますので、皆さん、お楽しみにしてください。梅丸くんの編集なんでね。ごめんね、みんな。何が？じゃあ、お楽しみに。